はい、こんにちは、高橋です。さあ、コロナ第3波の話題が連日のように、テレビで、報道されてるんですけれど、そんな中で今日は、マスクの話をちょっとしてみたいと思ってるんですけれど、以前もう2ヶ月ぐらい経つかな、動画撮ったんですけれど、麻生さんのマスク覚えてますか？ほい、こちらです。あ、すごい、これちゃんと麻生さんの顔にあのα7C のね、瞳センサーがこの麻生さんにちゃんと、すごい、これ実はこれ多分見てる人分かんないと思うんですけれど、僕の顔ボケてるでしょ、麻生さんにちゃんとピントがあって、どうでもいいんですけど、それはね。で、この麻生さんのこのほらフェイスシールド、ウィンカムヘッドセットっていうやつですよ。で、これちょっと待ってください、用意しとくの忘れた。はい、これです。これ探してさ、2ヶ月ぐらい前に僕も手に入れましたみたいな、こうやってはめるんです。こうやってやって、こんな感じでね、麻生さんと一緒でしょ、こういう感じなんですよ。で、僕の場合はここでね、お客さんとコンサルやったりとか、あとセミナーやったりとか、そういう時はね、もうほぼほぼこれでやってます。やっぱりあのマスクでね、1時間も2時間もね、喋れないです。ずっともう息がね苦しくて、気持ちが悪くなってくるっていうので、頭も働かないしね、会話できないので、なのでこれをはめてやっているっていうところなんですよ。で、約2ヶ月間ぐらいこれを使ってやっててですね、感じたことをちょっとお話ししたいんですけれど、まずね、一つ目はこれね、ワンサイズしかないんですよ、このウィンカムヘッド、マスクってワンサイズしか売ってないの。これそもそもいくらだっけな、2000円ちょっとぐらいです。これ2000円ちょっとぐらいだから、サイズ展開したらいいんじゃないかなって。ウィンカムさんのサイズ展開もしやれるようであればっていうので、ここがねすっげーちっちゃいの、ここ強力なの。だから顔がめっちゃちっちゃい人だったらいいのかもしれないけれど、僕なんかはね、もうここがね、こうはめてるでしょ、もうね10分も経ってくると、ここのこめかみんところがやっぱりこう締め付けられて、すげえ結構やっぱり窮屈になってくるんですよ。だからね、なるべくこうなんかこう年がら年中こうやって広げたり、あとめちゃめちゃさ太いところにわざとこうやって数時間こうやって固定しておくと、そうすると柔らかくなってくるんですけど、戻ってきちゃうのよ、これまた面倒なことに、元通りのこのちっちゃさに。だからね、いつも結構、でも買った時よりはだいぶちょっと緩いのかな。でもやっぱりね、苦しいの。あともう一つ感じていたのが、これね、ここのそのシールドのこの部分なんですけれど、シールドの部分ね、これ買った時にこれ1個くっついてくるわけですよ。で、パチ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 ってここ見えますか？はめるような感じになってるんですよ。で、これ洗って何回でも使えるような仕様になっていて、とても便利でね、いいなっていうところなんですけれど、ちっちゃいんです、この長さが、高さが。で、もうこれね、しばらくずっとやっぱりなんかちっちゃいなっていうふうに思ってたの。そしたらさ、ここ1週間2週間ぐらい前からですかね、それこそさっきの麻生さんスタイルなんですけれど、麻生さんのここの高さがでかくなってきてるわけよ。ここでかくなってきてる。で、なんだこれはと、速攻でまたね、さっきのウィンカムヘッドセットのサイトに行って見たんだけど、そんなもん売ってないのよ、やっぱり。で、1週間ぐらい前かな、調べたんですよ、また売ってました。それがね、じゃじゃーん、こちらです。ウィンカムヘッドセットマスクの L サイズっていうのがね、 Amazon に売ってた。これさ、もしかしたら麻生さんがさ、なんか要望を出したのかもしれないですよね、もしかしたら。で、そもそもなんですけど、僕は2ヶ月ぐらい前にこの動画撮った時は、麻生さんとガクトしか使ってなかった。ところが今芸能界ほとんどこれ使ってますよね。これのね、白ですよ。ガクトも白だったけれど、みんな黒は使わないみたい。麻生さんと僕だけです、この黒いのはめてるのは。なんかこうトランシーバー、レシーバーみたいなね、ヘッド、本当にヘッドセットみたいな感じになってて、で、芸能界の人たちはみんなこれのホワイトバージョンを使ってますね。ホワイトバージョンを一気にこれになりましたね、ここ1ヶ月ぐらいで。タレントさんとかさ、結構そのいろんなね、バラエティ番組とかでこう出てくる時ってね、やっぱりこう見た目がかっこいいなっていうのが多分一つあると思います。で、これね、替えのやつを5枚入りしか売ってなかった。これ5枚入りでね、1000なんか2、300円とか、そんなもんで売ってるんですけれど、ちょっとね、
これ昨日一昨日ぐらいに届いててまだ使ってないんだけれど、ちょっと早速くっつけてみようかなと思って、でちょっとペリペリ、5枚もさ別にいらないんだけど、ほら大きいでしょだいぶ。ちょっと待ってよ、こう分かります、高さが2倍まではいかないけれど結構大きくなっている。今のちょっと覚えてください、はめるとこんな感じね、こんな感じが多分この辺ぐらいまで来るから、いきますよ、ちょっとはめてみます。でそもそもこれなんかこのペリペリ剥がさなきゃいけないので、どうなってんだこれ、よいしょ、ほいよいしょ、ほい。これさあと僕思ったのが、使っててね、出張行く時とかにこれをバッグの外とかになんとなくこう引っ掛けてぶる下げてさ持っていくんですけれど、新幹線乗っかったりする時とかにさ、ここがなんかバキッとか折れちゃったら嫌だなとか思いながら、そういう心配をしながら移動するわけですよ。で思ったのがね、これのもう少しなんかこれ 今外してここにさ突起物がついてるんですけれど、そこにこれパチパチってはめ込むんですよ。で今回のもそういう仕様になってるんですが、もっとねなんかこう簡単な感じでさ、ちょっとはめてみますよ。あの専用のなんかこうハードケースみたいなやつ、なんか例えばさ、ここになんかちょうどいいのがあるね、こういうさ、これはあの GoPro のこれケースですけれど、割とほら硬いこういうのあるんじゃないですか、これ今マイク入ってますけど、こういうののこれのさ折りたたむとなんかこのぐらいな感じになるわけですから、これ専用のなんかこれみたいなっていうのがあると持ち運ぶときにめっちゃ便利かなみたいな風に思ってるんですよ。ちょっとこれもウィンカムヘッドさん、もし作れたらぜひはめてみましょう。あやば、逆にはめちった、これガーン、逆にはめてました。ちょっともう一回やり直しやん、これやば、外しづらくなってるぞ、今までよりも切れ込みが入ってない、やば、なんでこんな風にしちゃったんだろう。いっぱいあるかな、交換どんどんしてもらうようにかな、売り上げ上げるために。今までのだとさ本当に取り外しが綺麗にできちゃうんで、今までのはねこうやって分かります、十文字のなんか亀裂が入ってるわけ、取り外しができるように。で今回のはこういう感じで丸の穴だけなんですよ、ちょっと見えづらいかもしれないですけどね、ちょっと今度は間違わない、こうだからこういう向きだよね。もう一回いきます、はまりました。じゃあちょっとはめてみますよ、せーの、ほい。でほらどうでしょう、だいぶ高さ出たんじゃないかなみたいな、これのがやっぱり相手が相当安心しますよね、これだったら。こんな感じです、こんな感じですね。ということで、まあ芸能界も今一気にこのウィンカムヘッドセットのこのフェイスシールドになってますみたいな、まあお話でですね、それのL 型、ちょっと大きいこのタイプが出ましたみたいな感じです。麻生さんとぜひご参考にしていただければなと思います。では